こんにちは、まめこです。今日は4月の業務スーパー購入品をご紹介します。今回は24点購入して7308円でした。現在まとめ買いをすることで月に9000円の食費節約を目指して頑張っているので、食費など興味がある方はこちらの動画も見てみてください。では今回も購入品をご紹介しながら、下味冷凍や実際に調理してみた様子をお届けします。参考にしたレシピがあるものは概要欄にリンクを貼っておきますので、作ってみたい方は概要欄もチェックしてみてください。ではまず野菜の購入品5点をご紹介します。今回購入したのは1/2サイズのかぼちゃ102円、なめこ89円、人参159円、アスパラ99円、小松菜99円の5つです。まとめ買いした後は食材を無駄にしないために、使わない分はなるべく早く冷凍してしまいます。カットして水気を切ったらジップロックに入れて冷凍しておきます。小松菜は冷凍したまま味噌汁に入れたり炒め物に使っています。かぼちゃも使いやすいサイズに切って冷凍したんですが、こちらは後日レンジで加熱してかぼちゃサラダにして食べました。続いてお肉4点です。国産若鶏胸肉 2kg 780円、オーストラリア産のしゃぶしゃぶ用牛肉は 100g 148円で 720g 分購入しました。フランス産豚バラスライスは 1kg で980円です。ベーコンスライスは 500g で478円でした。業務スーパーのこのたくさん入ったタイプのものは初めて購入しました。いつものスーパーだと 100g で200円くらいするので、 500g でこの値段はかなり安いと思います。ではここからまとめ買いしたお肉の下味冷凍や実際にどんなお料理に使ったかをご紹介していきます。まずは鶏胸肉 2kg の下味冷凍と調理です。下味冷凍は一つずつ作るのではなく、作るものを決めたらその数に合わせてジップロックをあらかじめ準備してまとめて下味冷凍の調味料を合わせて入れておきます。まず先ほどのネギを入れた鶏チリ用の調味料から合わせていきます。鶏チリと言っていますが、豆板醤がなくてコチュジャンを使ったので韓国風の甘辛い感じの味付けになりました。次にチキン南蛮です。食べるときは解凍したものの汁気を取って片栗粉をまぶして焼いたらタルタルソースを添えていただきます。お次は味噌マヨです。こちらは以前の動画でも登場している我が家の定番の下味冷凍です。味噌とマヨネーズが混ざりにくいのでお肉を入れる前にしっかりなじませておきましょう。今日はこの後の夕飯作りで鶏胸肉を使うので、白いボウルに下味用の酒と塩コショウも入れています。では鶏胸肉をひたすら切ってジップロックに入れていきます。下味冷凍は1種類あたり1枚から 1.5 枚を目安に作っています。今回は翌日に茹で鶏を作る予定なので、2枚は水分を拭いてジップロックに入れて保存しておきます。下味につけたらよく揉み込んで冷蔵庫で1時間寝かせてから冷凍庫に移します。揉む時にあまり力を入れすぎるとジップロックに穴が開く時もあるので気をつけてください。では引き続き夕飯作りでも鶏胸肉を使ったので簡単に紹介します。作っているのはメニューというアプリで作った献立のメニューです。バターで鶏胸肉を炒めて火が通ったら、茹でておいた絹さやとたけのこを入れて軽く炒めて味付けします。お肉のまとめ買いをした日は下味冷凍するついでに夕飯のお肉も切ってしまって、その流れで作っています。翌日残りの2枚を使って茹で鶏を作りました。鶏胸肉にフォークで穴を開けて酒、砂糖、塩で揉み込んでいます。ネギの青い部分、生姜スライスを塩分くらいと水3カップ、鶏ガラスープ大さじ2を入れて沸騰させます。沸騰したらさらに1カップの水を入れて鶏胸肉を入れます。沸騰してきたら弱火にして蓋をし5分茹でます。5分経ったらひっくり返してさらに5分、その後は冷めるまで置いておきます。
今回は冷めるまで30分くらい置いておきました。冷ましている間によだれ鶏のタレを作ります。調味料は生姜、ニンニクをチューブ2センチ分と醤油大さじ1、すし酢小さじ3、塩少々、ごま油大さじ2分の1、すりごま小さじ2、ラー油小さじ2分の1、水小さじ2、青ネギです。ゆで鶏は 1.5 枚分をよだれ鶏にして、残りは別のお料理に使いました。続きまして牛バラ肉の下味冷凍と調理に移ります。まず別の献立で使う 200g を小分け冷凍したら下味冷凍を作っていきます。今回は牛丼の1種類のみです。牛丼の下味冷凍の調味料は酒、みりん各大さじ2、醤油大さじ4、砂糖大さじ3で下味をつけました。食べるときは解凍して水1カップくらいにほんだし小さじ2を入れてお鍋で煮ます。玉ねぎ2分の1個も薄切りして入れておきます。こちらも味をなじませて冷蔵庫で1時間置いてから冷凍庫に移します。牛肉が 150g くらい残っているので、こちらを使って牛肉とタケノコの炊き込みご飯を作りました。これは前の週にツイッターで流れてきてずっと作りたいと思っていたやつです。みじん切りしたニンニクを油で炒めて香りが出てきたら牛肉を入れて炒めます。火が通ったら醤油大さじ1と砂糖大さじ2分の1で味付けしておきます。次に浸水させておいたお米の水を切ってお釜に入れたら醤油とみりんをそれぞれ大さじ2と3分の1ずつ入れて2合の目盛りまでだし汁を入れます。切っておいた水煮たけのことフライパンの牛肉を入れたらあとは炊飯器にお任せするだけです。はい、ということでいい感じに炊けました。おこげもあって家族にも好評でした。一番最初に冷凍しておいた牛肉はミニューの献立でレンジで作るビーフシチューというものがあって、そちらで使用しました。続いて豚バラ 1kg の下地冷凍に移ろうと思います。ではいつものように献立で使うことが決まっている分を小分け冷凍したら下地冷凍作りに入ります。今回は2種類の下地冷凍を作りました。まず1つ目は子供がハマっているプルコギ風の下地冷凍です。お肉だけで下地冷凍していますが、余裕がある方は玉ねぎや人参を一緒に入れておいてもいいです。もう一つは定番の生姜焼きです。醤油、砂糖、酒をそれぞれ大さじ2、ごま油小さじ1、生姜のすりおろし1片分くらいで味付けしています。あとは豚バラを適当な大きさに切って調味料につけていきます。ではこの流れで夕飯も作ります。こちらもまたミニューの献立なんですが、めちゃくちゃ簡単なレシピです。先にタレを作っておきます。フライパンにちぎったキャベツを敷いたら、その上から豚バラを重ねて塩少々とごま油を回しかけて、あとは蓋をして火が通るまで蒸します。火が通ったら盛り付けて最初に作っておいたタレをかけたら完成です。メニューのアプリは設定で人数を変更できるので、使
作ってみたい方はアプリで家族の人数設定をしてからレシピ検索をしてみてください。ではお肉系の最後です。ベーコンを実際に使ってみました。アスパラのベーコン巻きを作ったんですが、 500g と大容量なので使わない分は小分けにして冷凍しています。1枚が長いので半分に切るとちょうどいい感じです。厚さがしっかりあるので爪楊枝を刺してもベーコンが破れませんでした。焼き上がりはこんな感じです。では次に冷凍物5点をご紹介していきます。まず1つ目はパルムです。こちらは6本入りの箱アイスですが270円でした。業務スーパーは他のスーパーに比べてアイスがとても安いので、これからのシーズンとても助かりますね。こちらも業務スーパーに行ったら必ず買う冷凍うどんです。5食入りで普段は147円なんですが、ちょうど特売だったため99円になっていました。体調が悪くて作るのがしんどい時はうどんにお揚げを乗せただけで乗り切っています。こちらは初購入品の冷凍マグロカツです。10枚入りで298円でした。魚をあまり食べない息子もフライなら比較的食べてくれるので購入しました。中国産ですが我が家ではあまり気にせずに買っています。では実際に調理してみたいと思います。作り方に油で揚げる以外に少量の油で焼いても OK とあったので少量の油でやってみたんですが、思った感じにはならず失敗したっぽかったので途中で諦めて油で揚げ直しました。切ってみるとこんな感じでしっかりマグロが入っていて美味しかったです。ソースで食べても美味しいですし醤油でも美味しかったです。こちらも初購入品で冷凍豚肉餃子 500g 入りです。中国産で328円でした。蒸したり油で揚げて食べてもいいみたいですが、今回はノーマルに焼いて食べます。袋に入っていた半分を焼いてみました。我が家では大人2人、小学2年生の息子で14個くらいがちょうどいい量なので1袋で2食分くらいになりそうです。油を熱したフライパンに餃子を並べたらお湯を 120ml くらい入れて沸騰したところで蓋をして蒸し焼きにします。水分が飛んだらごま油を大さじ1入れて焼き色をつけました。焼き上がりはこんな感じです。程よい大きさで具もしっかり入っていて美味しかったです。次はこちらも購入品の定番となっている庭園銀鮭切り身です。こちらは5切れ入りで420円です。食べるときは前日から冷蔵庫に移して解凍してから調理しています。開けるとこんな感じです。一切れ84円とは思えないほどしっかりしている鮭です。業務スーパーの庭園鮭は塩気が少ないのでそのままムニエルにも使いやすいんですが、我が家では基本的にそのまま焼いて食べています。余談ですがグリルは洗い物を減らすために下にホイールを敷いてから使っています。最初購入した時はあまりの安さに味を心配していましたが、焼いて食べてみると身はふっくらしているし美味しいのでおすすめです。残り9点をまとめて紹介していきます。まず稲荷揚げ30枚入りはリピート購入品です。こちらは他のスーパーよりかなり安くて258円です。開けてみるとこんな感じで15枚ずつパックが分かれているのでとても使いやすいです。1パックはお稲荷さんに使うのでそのまま冷蔵庫に戻しました。
もう半分はうどんにのせるお揚げとして使うんですが、一度では使い切れないので残りはジップロックに入れて冷凍してしまいます。今回はおいなりさんに紅生姜を入れて少し彩りをプラスしてみました。まあ、おいなりさん作りはあまり慣れてなくてお揚げを結構破ってしまったんですが美味しかったです。こちらは厚揚げ2枚入りで58円です。他のスーパーではここまで安いものに出会えないのでなるべく業務スーパーで買うようにしています。こちらはキャベツと厚揚げの炒め物に使いました。業務スーパーはお豆腐もとっても安いですね。こちらの絹ごし豆腐は28円でした。いつものスーパーで売っているプライベートブランドでも39円と安いんですが、それを上回る安さです。こちらは初購入品の鮭フレークです。以前テレビで見かけてずっと気になっていました。 160g 入りで185円です。骨がそのまま砕かれて入っているためカルシウムもしっかり摂取できるのが人気の理由だそうです。いつものスーパーだと 50g 入りで250円くらいするので、この量で185円はすごくお得です。フレーク自体はこんな感じで細かめのものになってます。骨入りってことで食感が心配だったんですが全く気にならなかったですね。子供も気に入ったようで朝ごはんの時などに大活躍しています。こちらは干しエビ158円です。中国産で 50g 入りのものなんですが、国産だと 15g で180円ほどするのでお得さを求める人におすすめです。こちらは味付け海苔です。10歳サイズが100枚入っていて378円です。有明海産でこのお値段ですし、食べてみると味もしっかりついていて美味しかったのでおすすめです。業務スーパーのシェフマヨネーズは 400g で117円とかなり安いです。チューブの使い勝手などは普通のマヨネーズと同じなので、ケチャップやマヨネーズも最近は業務スーパーのものを買うことが増えています。こちらも購入品定番のパスタです。1袋 500g 入っていて87円です。最近はコロナの影響で品薄気味なんですが、買い物に行った日は運よく残っていました。こちらで購入品は最後です。料理酒1リットルが145円です。同じメーカーのものを他のスーパーで見かけますが、業務スーパーの方が断然安いです。ということで以上が今回の購入品でした。コロナの影響で通常のスーパーと同じように業務スーパーも保存が効く食品や粉物などが品薄になっているので、今回ご紹介したものがお店にない場合もあると思います。それでも一部の商品を除いて他の食材がしっかり手に入るのは、お店の人をはじめ物流に携わる人が頑張ってくれているおかげなんですよね。本当にありがたいことです。手に入りにくいものもありますが、頑張ってくれている人への感謝を忘れず手に入るもので工夫していけたらなと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。